初日張り切ってまいります。海野良平です。なんかないですか？今年30です。病気が怖いです。海野です。はい、続きまして稽古中の思い出とか。稽古中の思い出はですね、太一くん、めぐたん、ざんまさん、俺で動物園に行こうって話をしたら、めぐたん、ざんまさんが来ず、太一くんと二人で野毛山動物園に行く、男二人で、まあ、それがすごく楽しかったなっていう思い出です。はい、結構関係ねえけど。いや大事関係ない。楽しかったです。動物園デート。動物園デート。あー、いいですね。なんか気になった動物とか。気になった動物。あー、あれ、ライオンの紹介で人間大好き食いしん坊。なんかこう、つながっちゃうなみたいな。そこが一番面白い。あー、すごい。うん。ですね、じゃあ、今回の作品の中でやってみたい役あったら。やってみたい役は、はい、一斉さんの白抜き楽太郎が、やっぱこう、かっこいいですわね。俺カムイさんが水いらないですっていうのがすごい面白かったです。ダメですか、ダメですか。俺もうダメだよ。俺もうダメだよ。はい、じゃあ続きましてやってみたい。これはカットだな。やってみたい役、はい、白抜きさん以外でやってみたい役、何かありますか？そうですね、やってみたい役、まあちょっと塩津は恐れ多いので怖いですね。でもやってみたいかな、塩津さん。塩津塩津のぞみ役のざんまはじめです。はい、ありがとうございます。今回のランの見どころを教えてください。そうですね、やっぱりやりづらい、見どころは、まあなんだろうね。ね、一緒に絡んでてちょっと面白そうだなと思ったのは、橋本カムイ君の、小野田役かなと、はい、うん、なんかね、ちょっと自由にやりたいななんて。チオスが自由じゃないっていうわけじゃないんだけど。なんか何も考えない感じのをね、こう役に。いや、来たこれ 8% 下に来た。役名を聞いてもいいですか？小野田優。優ちゃんと読んで。ひらがな、振りがな。いや、今のはわざとです。本当知らなくて聞いたわけじゃん。じゃあ、今回のラン、はい、作品のなんか見どころとか、あと役への意気込みみたいなのがあれば教えてください。見どころはですね、もうコブラは何と言ってもですね、なんかそのお客様から見ればこう全体像が全てだと思うんですけど、なんかコブラのいいところっていうのは、なんかこう一つ一つの要素が立っててなおかついいみたいなところだと思うんで、なんかその脚本とか、その
一つ一つこう印象に残るタイプのタイプズがまあね、素晴らしい作品になると思います、はい、なので、はい、ご期待を裏切ることあご期待はいい意味で裏切るところで、もうあれだよ、女性だと石崎姉妹とかですね。自分で自分のことを半人前っていうやつはね、大体半人前の自分に酔ってんのさ。ポッティありがとうございました。すいません、すいません、はい、あ、お名前を伺ってもよろしいですか。関口空子です。稽古中での思い出を教えてください。あんまり飲みに行けなかったんですけど、家が遠くて唯一、編集長役の庄司のゆいちゃんと2人飲みをしたのがすごい楽しかったです。焼き鳥食べました。仕上がっていっぱい話したよね。お店の方もすごいいい方で、桜木町おすすめです。すごい安かったって言ってたんですかね。その日火曜日で女性ドリンク半額だったんですよ。いい店、そう、優しいよね。うん、女でよかった。ハンバーグハンバーグ。まずは 100g 超から。違う人多すぎる。意気込み、見どころ意気込み、見どころ。さっきからもう曲がね。見どころは、はい、今までのコブラとちょっと違うんですけど、はい、ちょっと違うんですけど、それでもコブラらしさはそのままにしてるつもりですんで、楽しんでいただければ。多い。音楽が、はい、意気込みは、はい、意気込みは頑張って、こう風切って頑張ります。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。